再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日はこちらのユーアグラムリュクスから新発売されたハイカバーコンシーラー2種類をレビューしていきたいと思います。はい、ということで連日ユーアグラムリュクスの新作コスメレビューを行っているんですが、今回レビューするアイテムはこちらのユーアグラムリュクスハイカバーコンシーラーで、今回レビューするのは2種類なんですが、正式な情報がまだ出ていないので全部で何種類かは不明です。そしてこちらお値段が300円商品になっております。今回はコンシーラーのレビューになるのでお見苦しいんですけれども、すっぴんで登場させていただきました。今回のコンシーラー、個人的にめちゃめちゃ期待しているアイテムで、なんかすごくね、良さそうな雰囲気がプン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 漂っています。商品説明から行っていきます。肌悩みカバー、しっかり密着、カバー力がありながら自然に肌に馴染む練りタイプのコンシーラー、ぴったり密着しクマやシミなど気になる部分をしっかりカバーできますとのことです。お使用方法なんですけれども、クマやシミなどお肌の気になる部分に優しくトントンと叩くようになじませます。こすったり伸ばすようになじませるとカバー力が落ちる場合がありますとのことです。あんまりこう擦ったりだとか、こうビヨーンと伸ばすように塗るのではなくって、ポンポンと叩き込むような感じで乗せてくださいっていうことですね。それではカラー展開を紹介していきます。まずこちら01番ライトベージュ、02番ナチュラルベージュ、今回レビューするのはこちらの2色になっております。それでは早速開封していきたいと思います。じゃーん、パッケージはこんな感じです。下の部分がマット加工になっていて高級感がありますね。で、このシルバーでユーアグラムリュクスのロゴが入ってます。なんかめちゃめちゃ良さそうです。あの資生堂とかケイトとかの固形ファンデーションみたいな感じですね。蓋はこういった感じでクリアーになっていて、こういう感じで回して開けるタイプですね。はい、こっちが01番でこっちが02番です。なんか正直色変わんなくねって感じなんですけど、これ結構ね、肉眼で見ても色がほとんど同じです。じゃあまず01番からスウォッチします。01番はこんな感じですね。あ、結構テクスチャーはなんか滑らかじゃないというか、ちょっと固めですね。スルスルっと取れる感じではないです。はい、01番はこういった感じで、標準肌の方から色白の方まで合いそうなカラーになってます。で、テクスチャーがすごい硬いのですごくね、カバー力がありそうです。はい、次がこちら02番です。02番はこんな感じで、暗さ自体は正直01番とそんなに変わんないんですけれども、赤みが強いですかね。ちょっとオレンジっぽくって、クマ消しのコンシーラーとかにも良さそうかもです。2色比較してみるとこういった感じで、一般的なコンシーラーより明るめかもしれないですね。もしかしたら肌の色がちょっと暗めの方にとってはかなり明るいって感じるかもしれないです。標準肌の方だったら2個持ちしても部分によって使い分けすることもできるぐらい、2色の暗さの差っていうのはあまりないかなって思います。はい、それでは実際にこちらのコンシーラーを使って肌の欠点を隠していきたいと思うんですけど、今これ下地だけ塗ってる状態で、ファンデーションだったりコンシーラー、フェイスパウダーは使っていない状態になります。2色とも肌の色に合いそうなので部分ごとで使い分けていきたいと思います。コンシーラーを塗る前の肌の状態はこんな感じです。最近寝不足でこの辺にちょっと吹き出物ができてしまってるのと、あとは小鼻の周りの赤みがね、いつもすごいので、ここの部分と、あとはね、クマですね。クマをちょっと隠したいと思います。はい、まずこっちの01番を使ってみます。01番でこの鼻の周りの赤みを消していきます。すごい、めっちゃ消える。こっちと比べてみるとこんな感じです。ここのニキビも隠してみます。
あ、消えますね。超消える。この頬のね、吹き出物も消します。やっぱりこういうちょっとプツッとした凹凸があるようなニキビは赤みはね、すごい綺麗に取れるんですけど、まあちょっとはやっぱり目立ちますよね。ただ今この小鼻の周りの赤みを消してみたんですけど、めっちゃ綺麗に消えてます。あとはここのニキビもね、全然目立たなくなりました。これ今下地の上にコンシーラーしただけなので、もうこの時点でここまで綺麗に隠れてたら、上からファンデーションを重ねたらもう本当に綺麗になると思います。でちょっと私はこのクマの部分が青い感じになってるので、こっちの02番のちょっとオレンジ味が強いコンシーラー、これを使います。あ、でも結構固めのコンシーラーではあるんですけど、目の下とかに使ってもすごいフィットしますね。なんか全然厚塗り感出ない。はい、こっちがカバーしてない方で、こっちがカバーした方なんですけど、もうクマが一目瞭然ですね。もうこっちすごい綺麗に消えたよね。よれやすい部分に使ってもしっかり密着してフィットしてくれて、なんか全然こうボテッとしないです。すごくね、フィット感がありますね。なんか正直目の下に使うのどうかなって思ったんですけど、全然使えます。で、私はこのぐらいのオレンジね、目の下のクマに使うのちょうどいいですね。なんか市販のオレンジのコンシーラーだとちょっとオレンジすぎるなって思う人は、こうやってね、適当に指でパパーって塗るだけでもうすぐクマ消えます。あ、これはめちゃめちゃいいですね。はい、コンシーラーでカバーしてみたんですけど、こんな感じです。もう目のクマは本当に綺麗に消えたし、小鼻の脇の赤みも本当に綺麗に消えましたね。でも全然目の下も小鼻の脇も全く厚塗り感がないっていうのがすごいです。で、吹き出物はやっぱり凹凸があるので、若干まあその完全に消えるっていうことはないんですけれども、赤みはもう完全に消えましたね。はい、ということで実際に顔に使ってみたんですけど、ここでちょっとカバー力テストをやっていきたいと思います。はい、今手の甲にですね、バーガンディのアイライナーでハートを2つ描いてみました。まずこの01番で1個目のハートを消してみます。はい、こんな感じですね。このコンシーラーがね、あんまりちょっと潤いがないんですよ。あんまりこう伸びが良くない分、重ねた時にちょっとフィット感というか、肌との馴染みっていうのがあんまりしないんですけど、でもやっぱり硬いコンシーラーなだけあって、ここまで濃いアイライナーもしっかりとカバーできます。じゃ次この02番。はい、02番隠してみるとこんな感じですね。あ、でも結構重ねていくと色の違いがしっかり出てます。あんなに濃かったのがやっぱりここまでカバーするんで、かなりカバー力は高いと思いますね。でね、油分が少ないのでとってもよれにくいです。油分が多いと肌にフィットする代わりに、まあよれやすかったりだとかカバー力が落ちやすいんですけど、これは本当に油分がなくてテクスチャーが硬いので、めちゃめちゃ本当カバー力に特化してるって感じですね。で、薄く伸ばせばフィット感もあるし、すごいいいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はこちらのユーアグラムリュックスのハイカバーコンシーラー使ってみたんですけど、これは買いだと思います。あの、普通こういうコンシーラーって市販でも売ってるんですけど、なかなか300円でここまで高いクオリティのものってないと思います。で、300円っていう価格帯だとすごく手に取りやすくって、100均コスメの延長線上ぐらいでポンと買えてしまうと思うんですけど、手軽に買えるのにこんなクオリティ高いんだって思いました。このアイテムはね、ユーアグラムリュックスの中でも私とってもお気に入りになりました。で、一つだけ気になったのは、ちょっと
とカラーバリエーションなんですけど、カラバリが若干少ないかなといった感じで、01番と02番がもうがっつり色が違うっていうものだったら、まあカラバリ少なくてもいいかなって思うんですけど、まあ結構似てるっていうか、そこまでこう色の濃さに差がない2色になってるので、まあ本当に日焼け肌の方だったりとか、まあ逆に本当にすごい色白の方とか、ピンク寄りの肌の方とか、そういった方はちょっと使いにくいんじゃないかなって思う感じのカラーバリエーションでしたね。まあでも私は普通に使いやすかったので、まあ標準肌から色白肌ぐらいの方は普通に使いやすいと思います。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、通知音も待ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆちゃんでした。バイバーイ。